クロージャの秘密ファイル。今日からは基地内部を案内するよ。早く早く。おはようドクター。今日はロドスの基地の各施設を案内するよ。まずは製造所を紹介するね。製造所はオペレーターたちがロドスのために資源を作る場所なんだ。まあたまに来てちょっとした作業をする程度だよ。オペレーターたちは製造所で作戦記録や純金などの製造を手伝ってるんだ。昇進用の SOC もここで加工できるよ。就業環境もいいし秩序もよく守られていて、全館に利益をもたらすことができるから力を入れて発展させるべき施設だと思わない？うわっ！まだまだたくさんの施設があるから次行こう。